やってます。やったね。じゃあ、クロちゃんです。あのクズ我が家坪倉です。キスマイフトツー二階堂です。岩崎亮太です。坂野彩香です。矢吹奈子です。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ、8月26日月曜日ということで、うん、8月も最終週ということでございます、うん、はい、はい、どうですか、夏楽しみましたか、うん、皆さん、うん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 、なんか茜ちゃんは結構熊本帰ったりとかいろいろ。お、そうですね、うん、肌ツヤがいいもんね。なんか、あお風呂上がりそれだけのことか。温泉 でも熊本にも帰れましたし、うん、青森もねぶた祭り行かせていただきました。あ、そうだ、写真のけてた。あと花火も見れたし。どこの普通に野球場で上がる花火なんですけど、結構大きい日に見に行けて、うん、あとはディズニーランドとかも久々に、すごい満喫してます。クロちゃんはもう振り込みました、お母さん。あそうや、はい怪しいな今の。ちょっと間が、はい、はい、いやいや、はい、8万円、はい、8万5000円を8万にしてもらいましたからね。あ、本当ですか。そうなんだ、あの用紙、振り込み用紙みたいな、うん、証拠みたいのちゃんと持ってきてって言ったじゃん、うんうん、言ったっけ、うん、言ったよ。捨てちゃった、忘れちゃった。あ、忘れちゃっただけ。捨てたの、捨ててない。捨てたと思う捨てんだよ、忘れてたも取れるもんな。捨てたと思う、ごめんなさい。じゃあもう一回今からネットバンクで送金してもらって、ね、いやだからネットバンクの使い方教えないで一応後ほどお母さんと連絡して。やだ、寝てるからもう夕方の3時ぐらいには寝てるから、もうお酒まで逆にもう来てんちゃうか。二階堂さんは夏は結構、まあ、体調崩したのもありましたけども。そうですね、あとツアー中っていうのもあって、ああそうや、 YouTube 撮影でキャンプとかは行きましたけど、プライベートはどこも行ってないですね。あ、そう、はい、うん、どう、体調はもう結構治ってきてます。はい、いや怪しいのよ。まだまだちょっと本調子じゃない。本調子じゃないっす。でも声はだいぶ、声はだいぶ先週よりはね、戻ってきたんで、まあそんな感じでみんなでやっていきたいと思いますけども、はい、オープニングが僕ですね。そうね、ちょっと強めやったら、うん、いや、あのクズどのクズ、殴ってやりたいなって。誰、あのクズを殴ってやりたいんだという、うん、ドラマ、どうだ、タマ、タマが出ます。はい、ドラマやりました。タマのドラマか。今回はですね、もう TBS なんで、うん、がっつり、告知したいと思います。前もって言っときますけど、私は出ません。いやいやいや、関係ない。これはあのボクシングラブコメという新しいなんかジャンルでね、多分ボクシングを目指す女性がいるんね。多分主役なおちゃんが多分、まだ分かんないけど、その全女子を沼らせる金髪男っていうのがタマなんだよね、多分。まだ分かんないんだ、恋してるけど、うん、だからもう腹立つんでしょ多分。あ、多分そう、それでボクサーの 女子ボクサー役の奈緒ちゃんが好きだけども殴ってやりたいみたいなんじゃないかなと僕は今のところ考察してんだけど。え、待って、そこまで情報出てないの。そもうあんまりなんか そんぐらいのことしか書いてなかったの。え、もう一回タイトル聞いていいですか。あのクズを殴ってやりたいんだと。あのクズを殴ってやりたいんだ。タマもドラマで体絞ったりしてたから、うん、タマもボクシングやるのか。タマもボクシングやると思います。へ、おお、火曜ドラマか。じゃあ、うん、最終的にはそこがマッチするみたいな。しない、男子と女子マッチやりたいなんていう。なんか多分、うん、女性が恋した男子がクズで、うんうんうん、でタマがあのクズを殴ってやりたいんだっていうことなんじゃないですか、ね。あ、そっち？え、あれ俺そっちだと思ってた。ライバル。あ、でもボクサーは一般人に手出せないか。もうボクサー同士。ダメですね。競技ですからね、拳が。そう、うん。そういうことじゃんじゃん。だから。俺の予想、クロちゃんの予想は。え、待って、これ、待って、え、今の2パターン以外の予想があんの？うん、あのクズを、クズが多分、うん、ね、全女子を沼らせてる金髪男、タマがクズだと思うんだよ。ああ。俺でも、タマドラマで体絞った。でもそっから、俺もボクシング目指すみたいな。うん。あ、どうでした？想像、想像、全部想像。中さんどう思います？いやいやいや。あんま情報出てない。わかんない。え、これを、うん？
どういうことだ。まあ見ましょう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 話していきましょう。よかった、なんかこのグズって言った瞬間にビクッとしたからさ、うん、なんか怒られるのかなと思った本当に。クロちゃんクズじゃないですか。ああ星クズみたいに言わないでありがとう。クソですか。挨拶物じゃないから。そうもっとひどいな。でもなんか面白そうだね今の聞いたら、ね、どっちのが正しいのかちょっと見たくなったね。確かになんかちょっとタイトルからちょっと惹かれる感じがあるから、新しいタイプのラブコメということで、皆さん火曜10時 TBS ぜひ見てください。よろしくお願いします。いつから始まるんですか。10月です、はい、あともう一個ちょっと話したいことがあって、大したことじゃないんだけど、背番号あるじゃん。背番号、背番号、背番号、はい、何番が似合うと思う、それぞれ自分が。あ、自分が背番号、自分がじゃない、相手、相手、うん、この間そう思って、なんか背番号なんで、なんかそのオリンピックとか見ててさ、はいはい、なんか思った、なんか涼太くんだったら何番とかさ、二階堂くんって何番とかって、坪倉様二十何番とか、そっち、なんで二十何番サブじゃん、なんとなく、うん、いやそんなことないですよ。何で、何のスポーツ。野球で見てました。野球で二十何番か、二十三番とか。あ、自然数上だね、うん、奇数、そう奇数、奇数、うん、偶数じゃなさそう。俺クロちゃんは野球の背番号で言うと、うん、4番。あー芝、芝いいってこと。4番バットだ、ホームラン、ホームラン打つ、4番って背番号、それは打順です。あ、打順か。だよね、だからちょっと一瞬どっちなんだって分かんなかった俺も。打順の話が、うん、打順、だから高校野球とかだとセカンドの人だよね、4番ってね、はい、あ多いね、うん、あ96、あ、クロちゃんだから、うん、ちゃんだから。でも96を背負って始球式とか投げてそうですよね。まあ、そうね、そういうことじゃなくて本当のスポーツやってたら、例えばサッカーだったら何番かなとか。ああ、そういうことか、うん、サッカーだったらだって11までやったっけ。11、一応11だけど、うん、まあいろいろある、まあ、番号が、だから俺サッカーだったら亮太くん15って感じすんのよ。 15、 うん、なんでレギュラーではないん、なんとなく。ああ、確かにね、うん、確かにねえだろ、まあ、ね、うん、スラダンでもそうやし、確かに確かに、確かに、うん、そうサッカーだって二階堂くんは8、うん、あ、でも私もその辺も、うん、なんか8とかその辺かなと思いました。なんか8っぽい、あ、うん、まあ、ごめんね、もうちょっと盛り上がると思ったんだけど、システムがいまいち分かってないからね、みんなが分かると思って、なんかそんな話をこの間芸人としてて、うんうんうん、楽しいですよ、うん、それ盛り上がってたの、うんうん、もうここ全然盛り上がってない。スポーツそれ詳しくなかった、すいません。はい、というわけでございます。すいません、いやいや、謝って終わらないで、曲いきましょう。はい、それではここで一曲聴いてください。キスマイ、キスマイフット2。忘れたの自分で。やっぱ調子悪いわ。ちょっと調子悪い。八番調子悪い。いいはい、キスマイフット2で、ワニワニ。キスマイフット2の二階堂たかしです。MBS ラジオ AM1179 FM906 あっぱれやってまーす。さあ、ここからリスナーの皆さんからメールをいただいておりますので、やや調子の悪い二階堂さんに読んでいただきましょう。頑張って、ね、ハードル下げてちょっとね、しゃあないかった、名古屋市ラジオネーム空飛ぶ唐揚げさんからいただきました。ありがとうございます。やる月の皆さん、こんばんは。こんばんは。先日我が家の坪倉さんがビビる大木さんの代役で、うん、やるもくに出演していました、はいはい、番組の終盤で TOKIO の城島リーダーに坪倉さんはやるもくに出演した感想を聞かれたところ、うん、いや正直やる月より全然やるもくの方がやりやすいですねと問題発言していました。その理由としてトークを回してくれる城島リーダーがいて、ボケてくれる鳥居みゆきさんがいて、それを突っ込んでくれるドランクドラゴンの鈴木拓さんがいて、とてもやりやすいと言っていました。そして何より坪倉さんが逸材と称えた鈴木みゆさんはやる月のメンバーの誰かと交換してほしいと言っていました。僕もそこは賛成で、クロちゃんさんと交換してほしいと。アグネちゃんさんみたいなもないね。強く希望します。やる月の皆さんにとってやりやすい現場や理想な現場は、などありますか。おお、なるほどね。いやいや、そのやりやすいっていうか、まあ、ちょっと新鮮さもあって、はあ、うん、まあまあお世辞でもないですけど、どっちお世辞なの。なんかさ、別にこれは、ま、回すってあれじゃないけどさ、はいはいはい、一応こうやってると、うん、なんかその次の進行とか考えちゃうから、うんうん、聞きながらなんか適当なこと喋りたいのよ。
基本なるほどね適当っていうか、うん、なんかちょっとボケたりとかボケはするけどなんかそれが、うん、城島さんがすごいなんか聞いてくれるしで俺ボケてもたくさん突っ込んでくれたりとかして、はいはい、そうそんで、うん、なんかやりやすかったなっていうか、うん、うん、あそうそうそう、まあ、別に別に、うん、あれよ別にみんなのこと、またまたリモートする君、リモートするけど、すみません勘弁してください、うん、あのリモートで自分から喋ろうとして失敗するやつまたやる、何回も被ってもう、ね、すみませんし、クソ安い、そんで赤井ちゃんしてるじゃん、その鈴木美優ちゃんっていう、はい、美優ちゃんとたくさんは、うん、前一緒にやってました、月曜日ですね、はい、あそうなん、いやそうめちゃくちゃ面白かったのよ、なんかくしゃみがすごい面白くて、くしゃみが誰のその鈴木美優ちゃんっていう、くしゃみしてた、なんか本番前に、うん、たまちょっとあのティッシュ貸してもらいますってくしゃみしたら、うん、すごいくしゃみだったの、うん、ほんでたまたまなんかメールでリスナーの方からメールで、うん、なんか癖とかなんかありますかみたいなのだったかな、ちょっと忘れたけど、うんうん、があって、でそういえば本番前のくしゃみしてなかったっつって、うん、でちょっともう一回出せるっつってこよりやってもらって、うん、わざわざもう一回出せるティッシュで、そう、アクションブルーみたいな、本当に、本当にそれが面白すぎてもうこよりで 3,4 回やってもらって、おひれがすごい、そう、それで何でもちゃんなんかチャレンジする感じで、ちょっとなんか新鮮で面白い子だなと思って、うん、それはなこちゃんが ね, ねうちは、うん、なこちゃんくしゃみ面白い、くしゃみなんも面白くないな、チャレンジ精神はね、それ人それぞれあるから、まあね、確かにそれは、俺ももしなこちゃんが木曜日にいて初めて会って喋ったら面白いなとか思うかもしれないけど、あ、うん、もう新鮮さがなくなっちゃった、もう新鮮さがない、うん、なこちゃん、うん、そう悔しいな、うん、ちょっとなんかティッシュ、あらティッシュ来た、あらティッシュ来た、いっぱいありますけどねここに、わざわざ持ってくるの、やったことないんですよ今まで、やったことないからもしかしたらね、ちょっとないかもしれないね、小指の作り方ってこう、そう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 、うん、そう細くね、あかねちゃんももともとね一緒にやってた、はい、鈴木美優ちゃん、ち事務所の後輩なんですよ、アミューズか、アミューズで、じゃああかねちゃんもくしゃみできるんじゃん、ちょっとやったことありますよ、ないない、別に普通だ、普通でしょうがない、うん、別に盛ることはないよ、10センチぐらい、うん、結構なやつ作ったね、あ、なんかすごい面白い顔、行く前の顔すごいな、そのどうや行くぞっていう顔ね、すごいすごいね、これえこれってさどうやったら出るんだ、なんかもうちょっとまずいってちょっとなんか集中してさ、あかねちゃんも挑戦が始まりました、同時にか、どっちが どっちが先に出るのか、これ出ない人は本当出ない、ね、出ないかもな、あ全然くすぐったくない、ね、くすぐったいはくすぐったいんですけど、うんうんうん、出ない人出ないよね、どういう絵やねこれ今、涙出る人もいる、ああ確かにね、二階堂くん出せる人、もうちょっと、ね、俺だ多分出せる、あちょっと二階堂さんもこんなくしゃみ選手権みたいな、うん、ゆうたくん出せる、俺出せるかなちょっとやってみて、俺誰が早く、じゃあカルちゃんも俺も挑戦しよう、みんなで誰が一番面白い、面白くないじゃない、誰が一番早くくしゃみ出せるか、出せるか、どうしよう、どう、あいける、これラジオやんなこれあれ出ないかも、えほんまにくるじゃん、あれ一番うわすごくない一番面白くないけど右にくるちゃん来たちょっと悔しい、面白いくるちゃんのくるちゃん全然出へんねどうやればいい、ね、コツあったコツあったつぼっち、奥の方まで行って、あ俺はねちょっとねもっと細くしないと、あとねちょっとね鼻をね開く感じ、うん、開く感じやると結構くすぐったい感じになる、二階堂さんなんていう顔してる、あれ俺出ないかも、ちょっと待って右じゃない、涙出てきちゃった、左から俺出ないわ、え涙諦めた、終了、カンカンカン、悔しい、悔しい、なんか悔しい、悔しい、ね、けど出てきただ不快感だけがね、ね、ね、ああ早鼻かゆなと思った、いやみゆちゃんの方がよっぽど面白い、いやいやいや、悔しい、なんか悔しい、くせなかったし、小津さんに行ってちょっとメンバーチェンジをちょっと頼んでみよう、そうでしょ、くしゃみ用意でやるの、はい、ということで続いてのメールいきましょうか、
話してない。え、うん、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。あ、違う、やりやすい現場、現場、やりやすい現場ね。のやりすぎ、なるほどね。小指で鼻ほじって終わったもんね。いや、もう鼻がムズムズ、鼻がずっとムズムズ出してないからね。おばちゃんはレギュラー番組とかもあるし、はい、で他ナダルとやってるのとかさ、これナダルね、うん、あと広島でやってる番組とかもあるけど、うん、他にゲストに出る時と、うん、そういうレギュラーだとかどっちがやっぱりレギュラーの方がやりやすい。いや、どう、そうね、レギュラーの方がやりやすい。あと大悟さんがいる現場だから千鳥さんのいる現場やりやすい。あー、うん、あー、メンタリストじゃなくてね。いや、じゃないよ、遠回ってないよ。そっちの大悟さん。あー、なんで千鳥さんと なんか相性がいい、相性がいいってか、うん、大悟さんとかめっちゃ笑ってくれるんだよね。あ、好きだよね、クロちゃんのことね。いや、なんかね、ありがたいことになんか一緒にね、うん、なんかあの脱粉コントみたいなのもしてくれるし、あ、面白かったね、あれね。一回なんかそう脱粉コント、うん、なんか喧嘩の下りみたいになって、はい、で、まあ、よくあんのだと喧嘩して、おいおいっつって、で、なんかキスして終わるとかさ、はいはいはい、なるけど、おいおいって揉めて、なんか知んないけど、大悟さんがへこくんだよね。あ、うんこしちゃうの、ブーって。そう、だから大悟さんのお尻のところに俺がこうやって、ブリブリブリって自分でやって、くっさーってやつ。わけわかんない。結構滑ってんだけど、面白い。一周だよ、滑った一周回って面白いよ。それ初めて見たけど、俺テレビの前で笑っちゃったの。ああ、そうね、だからまあそっか、なこちゃんはドラマ、まあまあ HKT は卒業したけど、うん、HKT 関連の仕事の時はもう自分がトップみたいな、うん、どういうことですか、ホームみたいなね、うん、もう HKT の終盤はなこちゃんが中心みたいな感じでしょ。まあ、センターには立たせてもらいましたね、うん、だから、まあ、やりやすさで言うと、まあセンターやりやすいです。いやいや、かっこいいね。センターやりやすい。なんだろうな。レギュラー番組ある。なこちゃんがじゃあ自分の今、うん、文化放送でラジオやってるじゃん。はい。それとここ、どっちのラジオがやりやすい？うん、全然どっちもやりやすいです。なんかすごい、うん、ラジオやり始めて、うん、なんかその素を出せるようになりました。ちゃんと、なんだろう、素で話せる場所ができました、うん、今までは取り繕ってたから、うん、キャラクターとか、なんかカメラの前とかだと余計やっぱなんか飾っちゃうじゃないけど、なんか知らないうちに、自分でも分かんないうちになんかアイドルの中でいようっていう、はい、になっちゃってたんですけど、ラジオ始めてからは、うん、テレビでも結構何も考えずにロケとかもできるようになってきました。なんか変に力入らずに、はい、なんかなこちゃんって人見知りなんでしょ。はい、実は見えないけどね、ね、そんな感じ、うん、この間たまたまあの田中美久ちゃんとお仕事をして、はい、で奈子ちゃんの話になって、はい、ほんですごいあの美久ちゃんが明るい子だったから、はい、明るいねっつって、奈子ちゃんも明るいけどだいぶ明るいねっつったら、え、奈子明るいですかっつって、うんうん、結構人見知りですよって言ってたから、美久にもそう思ってんだ、うん、俺のたちの前でラジオではそうでもないよ。初めてのラジオの時もそんな感じしなかった、うんうんうん、なんか年上の方は大丈夫かもです。あ、そっかそっか、なんか同年代とか下ってなるとどういう風に話したらいいのかが分かんなくなっちゃう。前でもドラマの現場でね、うん、そうです、嫌いだっちゃったもん、ね、嫌いだっちゃった全然嫌いじゃない。語弊がありすぎる。なんで話しかけれないっていう、うん、年下の実力ないやつ嫌いだった。言うな。そんなこと言ってないですよ。そのことどうなった？共演者声かけた？話しかけづらいって、まあ、話せるようにはなってきました、うん。でもなんか自分で何話してるか分かんなくなっちゃうんです途中で。なんかわけ分かんなくなっちゃう。緊張で。はい。あ、そっか、なんかそうですね、やっぱまだ人見知りは残ってますね、うん、そんなね、すぐには、うんうん、二階堂さんは、まあ、グループが一番、まあまあやりやすいですけど、別に俺やりにくいとかあんまないですね、番組でも。あ、そう、ゲストで出させていただいた時も、うんうんうん、そんなにないの、うん、逆に、うん、あのラジオとか自分たちのラジオとかでもやりづらい現場はあります、うん、あの極端にブースちっちゃいとこないですか、スタジオブース、あ、スタジオブース、でディレクターさんとすごい近い距離で収録とか、これなんかラジオで収録する人との距離じゃないな。どこまで実際に近すぎると、なるほどね。
だこの距離感がやりやすい。あ今のね、これ今の部屋の広さもそうだし、これ広いよね、だからね、広いね、広いね、うん、だから極端に小さいブースはやりづらいから、気持ちもあるし。ゆうたくんは、うん、俺そうっすね、まあラジオとかじゃないですけど、あの配信番組とかやと、うん、この僕 の, あのアトミックモンキーっていうあの事務所なんですけど、うん、そこの事務所のほぼ同期の4人で、うん、酒飲み配信を毎月やってるんですよ。そこはやっぱ勝手知ったら仲なんで、まあ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 、だいぶやりやすいっていうことがありますかね。なるほどね。あかねちゃんは、まあ、あかねちゃんは別にそんなバラエティーも出てたりって、そうですね、ドラマの現場が多いから。そうですね、うん、でもなこちゃんの話聞いてて思ったのは、私は同世代は話せるんですよ。けどちょっと上の人の方が話しかける方法が分かんない。そうなの、うん、ちょっと上だから、やる月始まった時も皆さん全体的に上じゃないですか、全体的に上じゃないんだよ。一番近いのが二階堂さんかな。二階堂さん34、今年だから5歳差とかなんですよ。はあ、はあ、りゅうたくんは、俺38です。 8? だから10ぐらい年下の兄貴。年下の兄貴確かに、こんな業界でも何本もありますからね。年下の兄貴、岩崎さんも10ぐらい離れてるから、うん、10? うわ、そっか、なんか漢字こなんか漢字だと、あかねちゃんとりょうたくんって同い年ぐらいの、そうそうそうねえ、風格がね、あかねちゃんの38の風格してるから頭が、りょうたくんあわあわしてるから、あわあわしてるから、お互いの中学生で、あわあわしてるってなんだラジオでたまにあわあわしてるから、だからあっぱれ始まった最初の頃とかは、うん、ちょっと何話そうみたいなのがありました。今はもうないですけど、え、何歳上、まがちょっと苦手な、5上ぐらいからちょっと気使えるの。気使うっていうか、何話したらいいか分かんない。でもお兄ちゃんとかいんのに、お兄ちゃん3つ目なんですよ。だからお兄ちゃんより上だと同い年ぐらいは大体同い年って感じで喋れるんですけど、うん、お兄ちゃんより上いっちゃうと、ともう年上ってなります。なるほど。さあ続いてのメールいきましょうか。はい、奈良県ラジオネーム、うん、ユン吉さんからいただきました。ありがとうございます。やる月メンバーの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを拝聴しております。ついにパリオリンピックが閉幕しましたね、うん、連日テレビなどで選手たちのご活躍や競技にかける思いに触れては力をもらっていたので、うん、終わってしまって寂しい気持ちもありつつ、うん、改めてスポーツの面白さに気づけた五輪だったなと思います、うん、やる月の皆さんはオリンピックで特に注目していた競技、もしくは印象に残った競技やシーンなどありますか、うん、私は昨年のワールドカップやザ・ファーストスラムダンクの影響で、男子バスケ、特に、開会国フランス戦の応援に力が入りました。確かにね、楽しかった。結構メダルも取りますね。40なんかね、何個かね。俺バドミントンかな。いや、志田さんが可愛いなと思って。志田松ペアのね。あ、はいはい、志田さんが、なんかその、やってる時の、プレイしてる時の、なんかリアクションが、悔しかったら悔しさを、前面に出すし、うん、嬉しかったら嬉しさを前面に出す、うん、なんかすごいピュアな人で、すごいなんかちょっと、うん、惹かれましたね、すごい。あとなんで、バドミントンって絶対なんかその、つけなきゃいけないの？何を？何を？あの、オグシオから始まってさ。オグシオから始まって、高松ペア行って、シダマズ。で、男女の渡辺さんと東野さんっていうコンビがいて、これどうするんだと思ったら、綿菓子ペアだって。そういうことか。綿菓子ってなんかよく単語聞いてたから、うん、そうそうそう、なんかのとそのペアのことね、うん、なんか会議とか行われたのかな、うん、綿ひがだと言いづらいなって誰かが、綿菓子はどうですかそれだって、誰が言い始めるんだろう。でアナウンサーの方がなんだか、だって他で卓球のペアとかでもないよね、別に。あんま聞かないね。いや卓球ありましたか。あります？中国と戦った1回戦ペアのやつ。ペア、何、男女のやつですか。男女じゃない、女子。女子、あ、だ、なんだっけな。え、4文字、4文字でありましたね。何や、卓球。でもそれでいうと、あんま全部はちゃんと見れてないですけど、うん、卓球ちゃんと見たの初めてぐらいなんですよ。あ、あれよく打て
ますよ。いやそれは卓球のちょっとだけ練習してるからね。ちょっとだけめちゃくちゃだよ。いやそう。魂動かしてやってるよ。動体視力半端なくないですか。うん、すごい。いや中国には負けちゃいました、ね。いやこれすごい競技だなと思って。いや本当にすごいよね。バドミントンもバドミントンが一番速いんでしょ。あー、はい、ね。あスピードでいったら急速と急速がね。そうなんだ。そうなんだ。女子で300、400ぐらい出て、新幹線ぐらい出て、すごい、男子だと500いくんですよ。すごい、そんなことなんだ。それをパンって返すんだよ。私あんな広いところで、それすごいな。動体視力あれもすごくなかった。スケボー、あスケボーすごかった。スケボーすごかった。女の子、ココちゃん、ココちゃん、ココちゃんね。まだ金メダルに恋した14歳ね。スケボーの男子の4位だった、白井さんかな、うん、あのが、まあ、ダメだったんですけど、最後にミスしちゃってダメだったんですけど、うん、最後までニコニコしてて、なんか心から楽しんでる感じが伝わってきて、あこういう日本を背負ってやる場所でも楽しいってマインドでやれてんのがかっけえなと思って。確かにすごいそれが印象的でした。スケートボードの選手たちみんななんかそのオリンピックっていう緊張感っていうよりもなんか会場のあれもあるだろうし、まあ自分で音楽聴きながらみたいなのもあるんだろうけど、なんかココちゃんは家でその4年前のオリンピック見て、その世界一難しい技をテレビで見て、うん、お母さんがあれこれココが練習してる技じゃないのって言って、うん、公園で知らない人に教えてもらってたんですって。しかももうその時にできてたらしいですよね。そうやばすごい。じゃあ4年後目指そう出るってなって、あそれで目指して、すごい話、金メダル、金メダル、漫画みたいな話。いやだから今後出るか分かんないんですよ。あプロじゃないから。あプロじゃないんだ。うん、いや事務所も入ってないから、すごい。だからもうそれぐらい若い方がそんなになんか変に緊張とかじゃなくて、うん、楽しんでいけるのかな。すごいよね。ルナタ君は、俺は個人的には射撃っすね。見てない射撃。射撃そう話題になってたね。射撃ってあのね、もういろんなんかゴーグルとかなんか専用のレンズとかつけて、なんかこうなんていうかね、近代的なこのね、あの競技かと思いきや、トルコのね、あの選手が、うん、もう何もつけずに片手ポケット突っ込んで、ね、かっこいいよね、それニュースで見たの。そう、無課金おじさん、かっこいい、無課金おじさん、無課金おじさん、何やねん、向こうではそう呼ばれてないよ。いやもう絶対さ、日本だけだと思うよ。けど勝手に無課金おじさん、そうだから道具とかに、ね、頼らずにもう何やったら眼鏡かけてるし、そうだそうだ、ハンドスカートがかっこいいのと、そう、なんかシティーハンターっぽかったよね、マリオみたいに、なんかアニメみたいやなと思って、見てみたい。あれかっこよかったな。だってインスタとかね、あれがね100万人突破とか言ってるもんね、今ね、人気出て、日本でめっちゃ人気らしいんですよ。だからあれのなんかイラストがめっちゃ描かれて、で日本のね夏祭りで射的とかあるから、あれを真似してやってる人たちが多いらしい。今年もやりたい、楽しそう。ムカキンおじさんの真似して、ムカキンおじさんの真似して、ムカキンおじさんのお面とか売ったらいいな。ムカキンおじさんのお面、玉木雄二さんどうですか。え玉木雄二さん、もう一個よこしてくださいだったら。もう一個で、一個じゃ足りないでしょ。早かったな、開始。いや本当に開始早かったな。いやまさか、いやもう一個足りないじゃない。だけど一瞬だけど、そんなこと言うと思ってびっくりして分かんなかったけどね。大悟さんもびっくりしたじゃん。いやいや大悟さん早いなって、一個足んないって言う、そこで一個足んない、誰が金玉だよって普通言っちゃうじゃん。一個足んないからね、もう一個金玉りしてるじゃん。もう金玉りしてるってなんだ。それってスパンって出んの、パンって出る、いや分かんないけど、アドリブで。いやなんか想像してすぐに想像できるから、想像力が早いからじゃない、多分。早いわ。そう、いや違う違う、玉木温さんじゃないんだよ。違う違う、マクロちゃんは。俺はね、やっぱね、スポーツクライミング、スポーツクライミングね。そうそうそう、やっぱボルダリングやってるから、やっぱすごい気にしてて、今回だからね、あの安楽くんがすごかったよね。俺それ見てないんだよな。そう、2位になったんだけど、準決勝まで1位でダントツで勝ってて、17歳の子で、本当にね、やっぱすごかったの。世界レベルのもう最高峰だと思ったんだけど、最後の最後で点数でちょっと負けて準優勝2位になったんだけど、かっこいい。あの、言ってたのが、まだ超最強ではなかったって。だからもっと頑張るって言って、超最強じゃなかったっていう。
もっと己を高めてる感じがもう、あ、あ、そんな名言あったんだ。そうだから俺もボルダリングもっとしっかり頑張ろうと思ったのよ本格的に本格的にやっぱ 10m のやつ怖いからやってなかったけど 10m もちょっとハーネスつけてやりに行こうと思ってます。あ、すげえ勇気与えたな。ちょっと4年後楽しみにしてます。任せてください。玉木おじさんとしてそうですね。もう一個相方を作っていきますね。ダブルスで、はい、ダブルス、玉金ダブルスいきます。たまたまフェアってたまたま、いやいやいや、やばひどい。誰が応援すんねん。ひどいぞ。くだる、ナコが冷めた目で。いや本当にすいませんでした。取り乱しました。取り乱しメールここまででございます。ということでメールの方を、どしどし募集しておりますんで、りょうたくん、メールアドレスの方お願いします。はい、メールの宛先は、yarugetsu@mbs1179.com、やるげつ@mbs1179.com です。はい、ということでね、はい、あ、早いですね。聞いてください。岩崎亮太で虹オーバーザレインボー。MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってます。みんなでやってみます。さあ、このコーナーはやるげつレギュラー6人が初めてやることを全員でやってみるコーナーです。はい、はい、前回は坂上茜クイズを決定戦を行いました。はい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 、りょうたくん見事優勝ということで、ねもう一問正解で。そうですね、誕生日あげれば勝ちという、誕生日あげれば勝ち、勝ち確定さんはバラバラだった本当に。生年月日だけでも、うん、すいません。でもなんかそのクイズの形式としてはちょっと変わって面白かった。面白かった、面白かったです、ね、なんかドラマの早くみたいなね。そうそうそう、お酒に例えるならとか、うん、というわけで今回行うのはカードゲーム糸をみんなでやってみようということでございます。はい、やったことない。糸、俺やったことあると思ったんだけど、さっき説明聞いたらちょっといまいちよく分かってないんだよな。一番、はい、一応説明の方させていただきたいと思います。はい、今回行うカードゲーム糸は株式会社アークライトさんから発売されているゲームとなっております。はい、今回は番組用に一部ルールを変更して行いたいと思います。はい、糸には数字カードとテーマカードがあり、まず各プレイヤーには1から100までの数字カードを1枚ずつ配られます。はい、その後テーマカードの中から番組が選んだお題が出されます。はい、出されたお題に沿って自分の数字の大きさを表現し、全員の数字カードを小さい順に出すことを目指しますと。はい、例えば配られた数字カードが12、45、89とかだったとしたら、うん、そしてお題が、人気のスポーツ、うんうん、だとしたら、それぞれ引いた数字の12、45、89くらいのスポーツは何だろうなというふうに考えていただいて、順番に小さい順から、はい、自分が小さいと思う、ところから発表して、いっていると。はい、うん、で、まあ、卓球、バスケ、カバディとかね。うん。うん、カバディだったら結構、うん。まあ、やってる人も少ないかな。低いだろうとかね。うん。で、それぞれ発表して数字を言わずに全員で話し合い、小さい順に並べますと。うん。うん。で、1、カバディ、2、卓球、3、バスケみたいになれば、クリア。クリア。うん。小さい順に並べられてるから。で、順番決定後、それぞれ引いた数字発表し、並べた順番と数字の大きさが合っていれば成功となります。はい。コーナー時間内に3連続クリアしたら、3連続、はい、うん、来週行うかぶっちゃやーよの1クリア券をプレゼントします。何やつ1クリア券連動してんだ。次回始まるときにじゃあもう 1、うん、1クリアした状態で、じゃあ3になったときにこれ使いますはできないの。できない、ダメなの。もう1位だけ来週の、あ、じゃあ最初だけ。来週貯金ゼロだから、1からもし3連続いったら1から始まる。貯金が1。これ4連続もしもクリアしたら2待った。ない。あ、ないんだ。なんか。特にはないんだ、そういうのは。厳しいな。いやいや、いやいや、なんか怒ってくるのよね、サンタ。いやいや、怒らないよ。いつもはなんかなかったんだよ、みたいなね、こんなご褒美。そもそもないのに、ご褒美をやってんだぞっていう感じの。なんで上からなの。まあでもいつもお世話になってます。ありがとうございます。いやいや、ずるいな。ずるいな。今後ともよろしくお願いします。ずるいな。さあ、ということで、早速やってみましょう。はいはい。
はい、じゃあまず、それぞれ1枚ずつカードを配りましょうか。数字カード、はい、数字ね、はい、1から数字カードやった。はい、じゃあ好きなとこから引いてください。じゃあなこちゃん、はい、ここら辺。楽しそう。くのちゃんも引いてください。なんかこの辺がいいな。2枚取っちゃダメよ。1枚取りました。楽しみ。修学旅行っぽい。寝る前にね。微妙な数字じゃないといいな。確かに。これ自分だけ見るんですよね。自分だけ。おお、なるほど。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 ほうほう。はい、はい、じゃあお題を発表したいと思います。お題こちら、ドン。生き物の強さ。強さ、生き物の強さ。1が一番強いってこと。1が一番弱い。弱い。100が強いってことか。うん、強さ。なるほど。100が強いでしょ。なるほどな。じゃあまずホワイトボードの方にですね、自分の数字と見合う生き物を書いてください。はい。どのくらいだろうな。これ生き物すべてですもんね。うん、だから昆虫とかでもいいわけでしょ。あそこまで難しい。生き物、うん、人間でもいいわけでしょ。そう、まあね、もちろん、うん、あどこに置くかっていうことね、うん、生き物の強さ。とりあえず生きてれば、うん、OK。 この数字難しいな。うわ、これ難しいな。うん、うん、これこの生き物の名称で被ったりとかしたら分かんなくて。めっちゃ数字ちっちゃいなって人と、めっちゃ数字大きいなって人はもう分かりやすい。極端にね、強いのと弱いのってことですよね。うん、実際に生きてるものですよね。架空のとかじゃなくて。うわ、これちょっと、かなりちっちゃいものも入れてますよね、これって。うん、はい、もちろん。もうちょい強いかな。どうだろう、幅を広げてかないと。でもな、あ、むずいなこれ。じゃあ自分が一番低いなと思う人、挙手で発表してください。自分はこの数字一番低いだろうと。あれ、え、むずいじゃん。でもこれってことは、それで言ったら私かな。え、いや、でも C って言うならぐらいの。あ、じゃあいい、あかねちゃんからいきましょう。一旦見てみるか。はい、私は、はい、カブトムシ。カブトムシ、ああ、結構ダメだな。カブトムシ、昆虫の中では強いけど、全員生き物の中だったらまあ弱い。下がいるかなと思ってで、カブトムシぐらいにしたんですけど。なるほど。さあ続いて、次に自分が低いんじゃないかと思う人。カブトムシでしょ。うん、これだから、まだか、出した順で今あかねちゃんが一番下ってこと。一番下、暫定ね。はい、でも後で帰れもするってことですもんね。うん、話しやすい。これもう出した方が早いんちゃう、みんな。でも順番に。順番、一応順番に。で、そっから帰って。うん、帰って。あ、じゃあ、俺、あ、行っていいですか。刀剣。あれ、結構強めじゃない。でも、でも、強め犬ですよ。でも、結局。でも、あ、でも、じゃあ、それより弱いかも。あ、なるほど。なこちゃん。カラス。あー、弱い、ね、鳥飼いでは強い。あ、まあね、確かに鳥飼い、小中で、その一種格闘技みたいなやつ。なるほど。でもそれ次ぐらいで俺かな。はい、ヤギ。え、ヤギと犬なんだ。優しいイメージ。刀剣より弱い気がする。刀剣より弱いんじゃない。刀剣、どうやろう、まあ刀剣より弱いかな。ってことは、私、なこちゃん、岩崎さん、二階堂さんって感じ。今んとこね、今んとこね。黒ちゃん、あ、俺、うん、ちょっと出してみて。俺多分強いよ。俺も強いよ。俺強いよ。お、俺強いガスが。俺サメ。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 サメ強いな。強いな。結構。それは強いわ。え、俺ライオン。うわ。うわ。これはむずい。結構一騎打ち。うわ。フィールドが違う。陸軍。フィールドが違う。実際戦ったらどっちだろうね。待ってくれよ。でもライオン。だと海に引きずり込まれたらもう終わりですよ。もう水辺でやったらもう。いや、浅瀬だったら大丈夫。でもなんかライオンがサメ食べてそうな気もする。陸から上がってきたサメ、むしゃむしゃ大きさちゃうからな。あ、そっか。いや、ちょっと待って、100だったらかわいい。それはいいよ、どうでも。どうしよう。でもそういうことじゃない。強さでしょ。いや、クロちゃん一番上じゃない。一番上、もしかしたらね。サイズ感的にも自信あった。俺は自信ある。でももう自信あるってことは、もうだってもう百獣の王でしょ。だってまあ確かに100ぐらいないと出せへんよ、ライオンは。自信あるんだ、どっちも。うん、
サメっていうこのなんかフィールド限定したのがちょっとなんかね。じゃあだから一回俺降りるわ。降りる？降りるわ。クロちゃんが俺よりちょっと下ってこと。下にしよう。うん。そんな自信がある。順番をおさらいしましょうか、はい、じゃあ一番下から。私カブトムシが下次私じゃないような気もしてるけどね。ヤギとカラスだったら俺カラスの方が強い気がする、ねそうなんか、うん、ヤギ2段目だね。ヤギだってすごい生えてんねんで、ね、いやだって攻撃してるの見たことない、うん、だから結構強いよヤギ。でもヤギもキックしたりしません？そうあの頭突きとかするからあのその辺のヤギじゃないでも空飛べるから。りょうたくんはそれなこちゃんよりも上だと思ってる。なこちゃんよりは上な気するけどな。結構カラスを強いと思ってる可能性がありそうで、うん、いやなんか俺も鳥目線すぎるて。俺もなこちゃんなこちゃんの方にベッド。あ強いベッド何かけるの。じゃみんなで話し合って決めるものなんで。じゃあヤギ2番目。ヤギ2番目じゃん。下から2番目。二階堂くんとカラスと。いやカラスじゃない。さすがにカラスじゃない。じゃあ3番目で二階堂くんが4番目、クロちゃん5番目、5番目サメがね、うん、で俺が一番上、はい、ライオン、はいはい、じゃあ茜ちゃん、はい、カードをオープンしてください。私のカードは38。結構でかくない？38でカブトムシ。38はカブトムシじゃない。10代だと思って。絶対違う。だから10代がいると思ったから、アリーとかから始まると思ったから。いや低すぎるて。いやカブトムシをよく言いすぎよ。カブトムシ俺は正直8とか9だと思う。俺もそうぐらいと思うんだ。そんぐらいだって。せめて10代だよね。10代。じゃあ続いて、りょうたくん。俺。うん。43。おお、いいよ。これまだ今のところセーフですね。さあなこちゃん、カラス35。低いやんけ。一番下。でもまあまあでもカラスよね。いやまあ確かに。ちなみに二階堂さん、はい、33。一番低い。統計。でもちょうどよくないですか、統計33。だって犬にしてください。そう。統計とか入れなくていい。いやカブトムシが何言ってるんだ。カブトムシ38言うたか。30代で結構ならあるんだね。確かに、これ難しかったね。数字がじゃあもうあとはサメと。クロちゃん、俺サメは81。ああ、僕らライオン95。ああ、そこは、いやそこはいいんだよな。これはカブトムシや。30代難しいね。30代難しい。人生もそうだもんね。30代難しいもんね。違う、100まで生きる前提で。ちょうど38や。くそ、ちょっとこれは面白い。あら、意外とこれ10代ぐらい。10までかな。ヤギ43はだって。ヤギ43。ヤギ43はちょっと高かったから。高いな。ちょっと高い？って50がどれぐらいですか。そうだからそのあたりが。50ね。50で言うと俺は。50人間ぐらいで見てました。いや50もう牛とかよ。チーター。もう。あ、ちょっと強めだった。もう一回回収。60、70ぐらい。回収。はい。ああ、なるほどね。しかし面白いな。結構均衡してたのね、あそこら辺がね。うん。30、3つ、あそこクリアできたらね。あそこ。100まであるってやっぱむずいな。だいぶ。極端にやっぱ上とか下だったら分かりやすいけどね。あの辺がすごい。95出たらもう。確かに。まあまあ。わかりやすいのがライオンかなと思って。サイにしようかな。サイが一番強いっていう噂があるけど。そう。カバーですかね。カバーとかね。さあ行きましょう。じゃあ皆さん。よし。自分だけ。おー、なるほど。おーい。さあ続いてのお題はこちらでございます。マジか。子供に人気なもの。人気なもの？人気ないものが下。1。人気ないものが1ね。あの、俺100。子供を。子供に人気なもの。子供に人気なもの。今の子供。最近まで子供だったね。一番ね。難しいな。ちょっと前まで子供だったくせに。人気なもの。人気なものでしょ。うん。ちょっと待てよ。これどこなんだ。真ん中がまず分かんないな。難しいお題だな。いいお題ですね。うん、高い人めっちゃ簡単だな。簡単だよね。うん、でも絶妙な、うん、そうですね、その上の、ね、上の方でもそう、うん、やっぱこれ絶妙やな。
人気なもの、人気なものだもん、キャラクターとかでもいいんですもんね。まあね、そうそう、人でもいい、何でもいいの、人でも何でもいいんだよね、職業でもいいんだよね、うん、あ、どこだこれ、おもちゃとかでもいいんですもんね。むずいな、うわ難しいな極端に人気ないものも書きづらいし、そうなんね、お題として書きづらい、もし数字が低かった場合ね、はい、うん、知らないものとか書けばいいんだよ、子供が、うん、まあこの辺り、この数字だとこの辺りかな、これはこのぐらいなのかな、さあ、ね、一番、自分が低いなと思う人、はい、坪倉、坪倉、僕多分低いな、ちょっと持っちゃったけど、うん、我が家、ちょっとなるほど、そんなことないけど、じゃあ低いな、おい激低、おいサーカスが言うな一人ずつ、一人ずつが弱い、一人ずつ集まるともっと弱い、いやいやいや、やかましいよ子供か、子供にはあんまり人気ないですからね、いやいやいや、そうだよね、いやいや自分でおかしな話よ、やっぱ30代40代ぐらいの人たちが見てた世代ですから、子供にはそこまで人気ないんじゃないかなということで、我が家、お笑い芸人の我が家さん、我が家さん、いやいや、我が家さん自らね、はい、なるほど、次に人気ないなと思う人、自信あるよっていう人いないってことはこれまた近いんじゃないですか、ま、近いか、まあ、中途半端とか、逆に、じゃあいいですか、いいよ、お願いします、これ絶妙だと思うのベイブレード、え、あ、結構人気あるよ、人気あるね、めっちゃ人気、マジで、なんかそれより低い気がする、うん、天才テレビくん、え、でもめっちゃ子供に大人気、いやそれちょっと世代によるな、ごめんなさい、めちゃくちゃ人気だから今でも俺やってたけど、あ、だから今も人気なんですか、今も人気、うちら世代はめっちゃ人気だったけど、うん、今って聞かないから、子供は、いやいや、あの知らないだけ、子供は見て、書き換えたい、自分でやったりするもん、はい、りょうたくん、音楽界、あ、結構人気ないね、人気ない方、真ん中ら辺なんじゃない、微妙なところ、音楽界、はい、え、じゃあ、じゃあ僕行っていいですか、はい、とりあえずね、ボーリング、おー、あ、子供、ボーリングね、50代ぐらいだよ、どうかな、50以下じゃないですか、ガーターなしでお願いしますっていうのじゃなくて、多分クロちゃんの数字が50ぐらいじゃないかな、え、50以下、そう、ちょうど好きな子もいるもんね、ねえ、なかなか重いから、ボーリング好きだったもん、行ったら楽しいけどね、そうそうそう、けどまああげないかなって感じ、なこちゃん、はい、水組、水組ね、グミじゃなくてちょっと、そう、なんていうんだろう、ちょっと味薄い、ねるねるねるねとかはみんな好きだけど、なんか水組ってなんかその、水組なんだったっけ、ちょっとあの、なんだろう、水っぽいとか、なんか高校生とかの方がまあ、ね、ちょっとシャレた、でも子供もまあ食べるかな、ね、確かに、まあ果汁グミの方がいいっていう、パッと見たらなんか天才テレビくんとベイブレードが高すぎるんだけど、結構高い気するな、ね、これ書き換えたい、私も書き換えたい、いやいや書き換えたいから、ないから、お願いします、じゃあ順番、まあ、並べながら、並べながらで、まあ確実に多分我が家こんなからと一番人気ないですね、まあ、確かに、はい、もちろん、はい、申し訳ございません、もちろん悲しくなってきたな、その次やったら水組の方が、いや私じゃない、音楽界の方が、いやどうかな、う、音楽界はだって人気ないでしょ、だって聞きに行かないもん、小学生はね、子供はね、うん、そう、あの行事の中でね、うん、でもその天才テレビくんとベイブレードがどのぐらいなのかな、 そうなのよね、でももう認識の間違い、私のこれは完全に、うん、多分世間は分かってなかった、じゃあ2番目を音楽界にして、うん、その後あれ大丈夫、あかねちゃんにする、はい、天才のテレビくんは人気あるけど、うん、あかねちゃんが勘違いしてたってことで、はい、じゃああかねちゃんさっきの方がいいんちゃうか、結構じゃないけど水組がわからん、じゃ水組は結構いってると思う、ああその下ってこと、下にね、クロちゃんは、クロちゃんも怪しい、ボーリングもそこまで人気じゃないと思うんだよね、近いのか、ボーリングは40代ぐらい、40、50もいってないか、じゃ音楽界、ボーリング、天才テレビくん、そんな上かな、でもベイブレード、ベイブレード勘違い、待って俺もじゃあ勘違いしてる、ちょっと前まではすごかったけど、ああ、うん、甥っ子とかも、はいはい、最近やってないって聞くもん、だって今ね、吉田沙保里さんもやってたからね、今ビブレード、ああじゃあ間違いだわいや間違いだわ、私も間違えた、でも そこの間違いやめようよ、最新わかんない、そこの間違いしちゃわれちゃうと、もう、ゲームになんない、わかんない、
まあ、けどその高い高そうな感じのこのものを見ての分でいきますか。そうね、しっかり。じゃあ我が家が一番下ね。ダントツ下でしょ。ひっくり返さなくて大丈夫。改めて言わなくていい。一人ずつ下でしょ。本当にこの下は安田大サイカスだから。いやいや違うから、上だから。俺だけ上で、後の2人下だから。悪最低でもに、うん、我が家、我が家、水組、え、ま、どう、いや水組じゃない、音楽会、いや我が家、うん、我が家天才テレビくん、テレビくん、テンテレ、音楽会、音楽会、会、ボーリング、ボーリング、ベイブレード、大丈夫、ボーリング、ベイブレード、水組、水組、水組の1、うん、オッケーオッケー、じゃあ我が家から発表します、はい、はい、お願いします。19。うわぁ、いいね、いいとこ行ってますね。ちょっとありすぎですかね。15が安田大サーカス。いや、なんで下なんだよ。ちょっと下。まだまだ下がいる。団長とヒロ君はね。まだまだ下がいる。はい。さあ、次は次がテンテレ、テンテレか。あ、テンテレも。テンテレです。天才テレビ君は、はい、54。ちょっと。いや、もう分かんない。いや、単価これ。くない？何して、うん、え、ちょ、あのリアクションもちょっと、いや、クロちゃん聞いた感じ80ぐらいな感じだったじゃないですか。いやいや、だからそんな、いや、うん、50でいいよ、50でいいよ、うんうん、全然50でいいね。え、合ってます、合ってるっていうか、もうちょっと高めだけど、けど別に、うん、なんかさっきのリアクション見てると、うん、30代ぐらいかなと思っちゃったから、だからリアクションがちょっと、うんうん、あー、すいません、うん、あれ、あんなに楽しんでたのに、あんな楽しんだ、あかりちゃんが。じゃあ、まあ、わかんないから。音楽会。音楽会。音楽会、私48です。うん、まあね、そんぐらいだろうね。まあ、でしょ、音楽会。ボーリング。中学生ですよね。はい、次、クロちゃん。ボーリング。39。あー。ほらだから、いや、ボーリングいいとこよ。いいとこでしょ、いいとこ、いいとこか。ベイブレード。34。30代、私さ、それは一番ないわ。ベイブレード30代、ちょっとない。一番ない。ないか。もっとなかった。二階堂さんのおかげで、あかねちゃん元気。確かに。なこちゃん。56。まあ、半分よりは上かな、みたいな。これ結構やっぱ30代怖いな。そっか、2番目だったってことか、私。3、4、5。そうね、上から2番目ね。ちょっと広すぎるね。ね。子供の人気が芸人とかだったらさ。ああ、芸人。確かに。書きづらいけど。ね。あ、そういう認識なんですね、ってなる。ちょっと。あ、けどおもろいね。面白い。なかなか。次、ラスト。ラスト？いや、もう3問連続無理じゃないですか。無理じゃないですか。え、最後答えれたら、なんか仲良くなったってことで、1ポイントもらえません？かぶっちゃやいよ。3問しかやってないの。うん、3問しかやってないのに、連続とか無理じゃん。来週休もうかな。オッケー？オッケー？休むの？休むのだって。いや、やだ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 。リモートで一番やだ、つぼっちリモートで一番やだ。次なら答えれたら1ポイントもらえますか。ありがとうございます。やったー、頑張ろう。取られへんの、うん、あ、なるべく、相談の時に数字を言わないようにと。はい、はい、もちろんです、うん、ごめんなさい、坪倉さんしか言ってないよ。そうですそれ、はい、みんな気づいてて、数字は言わないって打ち合わせで言った、うん、その時注意してください。だるさあ、じゃあもう撮ってください。好きなように撮ってください。もう好きなところ、はい、好きなように撮って。いや、雑、あかねちゃん。いや、雑時間だ。バラ雑なマジちゃんみたいな広げ方してせーの、ういうわー、なるほどね、面白いね。何が何かによるね。さあ、お題発表お願いします。はい、かっこいい名字。うわー、一番かっこいいのは 1？ じゃあ100、これ3回目ですよ。何回間違いになる。100、一番かっこいい名字。かっこいい名字。名字ってことは上の名前だもんね。うん、何言ってんの。名字は名字でしょ。向こうの生活長かったからな。いや違う、日本だよ。ジャパンだよ、ずっと俺は。ジャパン。名字って何がいる。あれどんなのがいるっけ。調べんの、あれか、名字。あ、なし。え、うん、あ、なしでしょ、そら。そら、なしでしょ。あ、でも、かっこいい名前とかで検索してないです。いや、でもアウトの人がいますよ。アウトの人は。え、本当。実在しなくてもいい。漢字ミスったでしょ。え、実。うん。あ、なるほど。実在、それ、え、めっちゃむずいよ、そんな。実在しなくてもいいらしい。むずいやん。え、漢字だけちょっと検索、うん、検索っていうか、あの文字確認して。そう、私も文字、あの、かっこいい。文字確認だけした。ひらがなでも OK？ うーん。いや、ひらがなだったらかっこいいさ伝わんなくないですか。いやー、ちょっと待って、弱いかな。あれ。
例えば英語だとあれ逆でしたっけ？英語も言えない。英語で名字言って名前と名字が、うん、あそうです。英語出そうとしてる。名字あ名字そう。ちょっと待って。だからむずいなそれは。マイケル。あそう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 。マイケルは下じゃないですか。マイケルが。マイケル富岡だから。マイケルが下だよ。下。マイケルジャクソンだったらジャクソンが。ジャクソンが名字。名字だよ、ね。うん。英語で行こうとしてる、外国で行こうとしてる。それ分かんなくなりそうじゃない？基準が。そう。意味が分からんもんって。もう英語の時点でもう大体かっこいいからね。どうしようかな。ちょっと待てよ。うん。実在する。いやおもろいね。面白い。いいお題だねこれは。かっこいい名字はなんかね何パターンもあるからね。うん、想像だもんね。これだな。そんな。まあでも実際の名前の方がいいけどね。うん、面白いけどね。実際あるやつにする？俺いいよ別に。実際あるやつにいいけど。実際ある。来週やろそれは。来週。来週もやるの。来週やろみんなが集まって。ちょっと待って。このために、うん。ホームパーティーみたいな。だからまたむずいところの。うん。うん難しいこれ。どこでも難しいけど。楽しいわ。楽しいわ。方が楽しいわ。ケンテレックスだっけ？ケンテレックス53。もっと低そうな言い方してたからね。ごめんなさい、うん、ちょうどいいよ、ケンテレ53は。いやまあもうちょっと高いかな。でクロちゃんが結構煽ってきたから、うん、クロちゃん時代は80ぐらい、うん、80、まあだから80ぐらい、80ぐらいは行くかなと思ったね。ケンテレさんに失礼なことしちゃった。今も人気あるもんね。今もあるのよ全然。世代じゃないからかけた、わかんないんだよね。じゃあかけた、ありました。さあじゃあ自分が一番かっこ悪い名字、うん、一番低いなっていう人、あれ、あじゃあ逆に一番高いなと思う人いきます。あ今度あ逆に、うん、私結構高い。いや高いよ、俺も結構高い。高い、みんな高い。めっちゃ高いよ俺は。あだったら俺一番低いかな。あじゃあどうぞ。じゃあ一番低いつもくらさん、坂崎。あどういう字ですか？坂崎、普通の坂に、普通の坂に先、うんうん、坂崎こんぐらいだろうなっていうのは、うん、土辺の坂に。確かに低そうだな、うん、ザッキーってあだ名をつけられそうな、でめっちゃ低くはないでしょ、うん、確かに、ね、そうね、低いわけじゃない、うん、はいはい、うん、さあ上からでもいいよ。待って、だったらそんなに上げないと俺次行こうかな。坂崎よりちょっと上、ちょっと上、はい、銅星。いやいや、どう金星じゃなくてね、銅星。な、星、星はかっこいいけど、銅界っていうね。銅星。あ中途半端かもしれない。うん、銅星はね、面白いな。え、実在するんですか？しない。いや、どっかにいるかもしれないけど。聞いたことはないですかね。金星だったらかっこいいけど。じゃあそう。銅星な。銅星。まあでも、坂崎よりは上そうだな。さあ、続いて、銅星より、銅星より上。まだまだ上。これまだまだ上。全然。まだまだ上。うわ怖い。じゃあもう出していくの。あかねちゃんから出しよう。私は、薄間の。え、薄間の、薄間の、あの白の間が、そうです。石薄の薄ね。薄間の。薄に間にの？いる人？あ、あの、身内にいて、薄間の先輩？あ女性だったんですけど、かっこいいな。あ薄間、センスがいるね。まあ、なかなかない名字ではあるけど。そう、私漢字三文字でよ音で読んでも綺麗じゃないですか。薄間のさん。薄間のさん。うん、でも字見ちゃうとそんなかっこよくないもんね。私の字が汚かった。いや違う違う、その薄間とのが薄い、薄薄っていう字が、うちの母方薄いっていう名字なのよ。うん、あ薄い、うん、薄い、うん、薄い、薄い、そうだから。だから、だから薄い。スマノさん。ね。スマノ。それよりは上だな。じゃあ、りょうたくんだそう。はい。二階堂。おー。これ、りょうたくんが二階堂って出すってことは相当高いよ。高そう。うん。下手なところで兄貴の名前出せない。でも結構マックスきそうじゃないですか。そうね。うん。なこちゃん、ちなみに。道明寺。あー、高いぞ。高いな。高いぞ、これは。確かに。道明寺も強いな。堂々としてますね。道明寺はまあまあ高いよ。うん。二階堂くんは。ディカプリオ。ディカプリオ。デカプリオ。デカプリオ。いや、むずい、むずい。かっこよすぎるよ。かっこよすぎるよ。ちょっと、デカプリオ、名字な。一番。もうだいぶ上よ、それ。あ、そうか、デカプリオ。世界的に上よ、それ。じゃあ、でも、それで言ったら、私三番目かも。じゃあ、坂崎、坂崎、坂崎、どうし、薄間の。
ここの道よ。ここはもうね、二階堂じゃない？なんで二階堂なのか。道明寺二階堂をディカプリオ。いやいやいや、多分違うと思う。え？ディカプリオだってお。え、ディカプリオ。ディカプリオちょっとわからんもん。ディカプリオ的にはどのあたりなんですか？間。坂崎、道星、薄間の。誰だよ。道明寺ディカプリオ二階堂だって。二階堂ね。二階堂がディカプリオに勝てるわけねえよ。おい、いやいや、兄貴よ。兄貴よ。二階堂の兄貴を何だと思ってんだ。え、だって絶対自信あるでしょ。二階堂でしょもう。じゃあ行きましょうか。あれなの、その順番で行く？道明寺大丈夫？道明寺いいと思う。道明寺結構高い。いや、道明寺。あ、じゃあディカプリオを4位にしようよ。で、道明寺、二階堂。二階堂。あ、3位かじゃん。なこちゃんは自信ある。めっちゃ。結構、でもディカプリオ出されると、ちょっと、わかんなくなっちゃう。でも多分、ちょっと違うじゃないですか。土俵が違うんだよ。一人だけ。基準が難しすぎるから。急に世界にいっちゃったもう一番でいいんじゃないいや、じゃあディカプリオ、道明寺、二階堂にしよう。あ、じゃあ、下げるか。ディカプリオ下げて、1位ね。もう、二階堂が1位ね。二階堂が、二階堂だろ。いきますよ、じゃあ。はい。坂崎。31。そうでしょ、坂崎31。坂崎って31位なんです。うん。なるほど。さあ、どう星どう来るかやな。どう星。62。結構当たったぞ、お前。銀星じゃん。当たってない。どうだって、どう。銀星よ。まあ。白、薄間の。薄間の。84。お、結構薄間の高すぎる。高い。薄間の高い。薄間のさん、かっこいい。いや、わかんない。それは補正かかってるって。薄間の良くて68よ。マジで80はもっとあると思うよ。ちょい上じゃない、俺の。はい、続いてはデカプリオ。デカプリオ。デカプリオ89。おお、超えたよ。これいくぞ。いける。どうでしょう。どうでしょう。92。おお、いった、いった、いった。さあ、二階堂頼んだぞ。さあ、二階堂は100。やってきた。やぶな。100。すごい。よかったよかった。やすごい。やった。おお。二階堂100じゃねえけどな。二階堂は100です。それは自信あるわ。100です。面白い。涼太くんじゃなかったらそれ書いてない。100で。完璧。完璧なやつ来た。いや、100は玉盛りだろ。いや。玉盛りだろ。態度でいいんだよ。でもよかった、素晴らしい。気持ちいい。嬉しい。気持ちいいけど、薄間の80はビビってんだよね。ビビった。終わったと思った。ビビらせやがって。結構いけたと思ったんだけどな。薄間のがない。いや、そんと。銅星は危なかったよ。銀星ぐらいいってるもんね。62の銅星はびっくり。結構全体的に高かったね。そうだね。92が銅星ね。ちょうどいいね。いいね、いいね。確かに、ちょうどいい。ディカプリ89もまあいい。うん。確かにね。まあ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 。素晴らしい。ということで、1ポイント ?1 ポイント。1クリア権をもらいました。でかいよ、これ。来週は貯金1から始められるということで。よかった。よかったね。素晴らしい。面白い。いや、楽しいね。またやりたい。これ楽しいよ。聞いてる方は分かるよね、これね。これは分かると思います。さあ、というわけでございまして、このままエンディングに行きたいと思います。はい。次回のやってみます、2週間後のやってみますは、ちょっとお時間の都合上来週決めたいと思います。はい。盛り上がりすぎちゃいましたね。はい。はい、ということでエンディングの挨拶いきたいと思います。ラジオネーム空飛ぶ唐揚げさん、ありがとうございます。本日2度目、はい。あっという間に8月も終盤、暑かった夏ももう終わるということで、夏の終わりを惜しみながらのエンディングの挨拶をお願いしますということでございます。というわけで今週はここまでです。お相手はあー、楽しかったな。暑い中電車に乗ってリスと一緒に帰ってる時に、裸足になったらそれめっちゃ嫌いだからって振られそうになったよな。けど仲良くなってるから今はそれもいい思い出。八田大サーカスクロちゃんと。今年も暑かったな。こんだけ暑いとさ、秋が怖いのよ。
ああ抜け毛のこと我が奴僕らと、はあ、今年の夏ももう終わるな。でもツアー中だったからどこにも行けてないから、俺だけまだ夏は終わってないよ。キスマイフトツー二階堂と。いやー暑かったな。でも最新ガジェットを手に入れて試すこともできたし、収穫の夏やったな。岩崎亮太と。夏でもなんか今年は結構夏っぽいことできたな。あでもなんか家族とバーベキュー庭でできたの結構何年ぶりかだったから楽しかったな。でも炭火が全然つかなくてほとんど焼肉みたいになっちゃったな。来年はできたらいいな。坂上茜と。いや本当に最後の最後に糸っていうゲームでみんなでクリアできたことが夏の思い出だな。矢吹奈子でした。さようなら。あっぱれ稲見1名様やってます。あっぱれ月曜の皆さんお疲れ様でした。こんばんは、稲見アンジュです。そう、8月ラスト放送でございますよ。暑さも落ち着いてきてるんでしょうか。なんだかもう天候も難しい日々ですよ本当に。なんて思いますけれどもね、みんなは健康に気をつけて無事に健康に過ごしてくれてるといいななんて思う稲見でございますが、さあさあ今週末ですよ稲見さん。あ、でもあれだ、バスツアーもあんだけど、その前にモンスターバッシュありがとうございましたなわけだ。ありがとうございました。無事稲見は暑さに耐え抜いて楽しむことができたのか。果たして暑さにやられず満面の笑みで帰ってこれたのかというところが気になる日々でございますけれどもね。年ってわけじゃないと思うんだけど、本当に年々暑さに弱くなってて、あれどうしたかねみたいなことがありますよ、やっぱ最近。いやさ、なんかね、ニュースとかでもさ、暑すぎて不要不急の外出は控えましょうみたいな言うけど、もうなんかコロナの時にも思ったけど、不要不急のこの範疇むずいよね。だってお仕事ねみたいなさ、なんかじゃあお仕事帰りの寄り道っていうのはどんみたいなさ、それも食事だしなとかさあるでしょ。だって世の中にはビアガーデンつうもんがあったりもするわけだからね。難しいなぁなんて思ってますけど、いや、うちはやっぱ犬の散歩がちょっと大変だなと思います。ワンちゃん飼ってる人とかならわかるかもしれないんですけど、同じ悩みを抱えてる気がする。もうだって夜にしか行けないし、朝5時でうちの犬めちゃくちゃ眠そうだから、起こすわけいかないし。やっぱ生活ルーティーンって、こう、主人に会ってくっていうか、その家庭に会ってくじゃないですか。めちゃくちゃ眠そうなんですよ。何回かやっぱ5時とか4時に起きて散歩行った方がいいかなこれみたいな。夜も雨降っちゃうこととか結構あったんで、ゲリラで。ほんでそうすると行けないとかなっちゃうと、いやーなー、家で部屋で結構遊んでるとはいえなーと思いながら考えるんですけど、パッて目覚めてチラッて見ると爆睡してた。連れ出せないかな、眠いっすもんねみたいな。だからうちはやっぱもう基本は夜じゃないとお散歩はできないねっていうことは諦めましたけど、夜にしてますけど、やっぱねどことなしかこうセミもちょっと苦しそうに鳴いてるもんね。やっぱりなんか鳴くの早々にやめてる気するもんね。早いな、静まるのみたいな。なんか子供の頃ほどセミ、うわ、すごいな、セミの共鳴率っていうの、減った気しません？なんか、つくつく胞子とか、えらい泣いてたし、ほんでアブラゼミも、こう合わせてくるでしょ？ディスカッションしてくるじゃない？お互いで。あれ？それ最近ないかも、みたいな。ミンミンゼミ、アブラゼミ、つくっ、どこ行った？みたいな。日暮らしも聞いてない。久しく。あ、なんか、すごい変わったんだなと思って、自分がこう、平成から生きてきて、
令和になって、まあ、パパとか昭和からね、始まってるわけですけど、えらい環境って変わったんだなって思いました。暑さだってそうだけど、聞いたことなくないっすかこの気温。え?みたいな。刺すような暑さで二十何歩だったのが、もう今、ねえ。40度近い。すごい変わったな、環境って思いますけどね。なんかだからみんなも本当に、私が暑さに弱くなったんじゃなくて、暑さ側が強くなってる説だよなとも思うし、みんなもね、なんか昔は大丈夫だったって言わずにね、今にこう、一生懸命こう対応していく体づくりをしなきゃいけないっすよね、と思うので、まあストレッチだったりとか、筋トレもちょっとしてもいいのかもしれないですよね。やっぱ適度な運動って大事だと思うから。歩く以外にもちょっとやってみてもいいのかなと思いますんで、稲見はそういうことをお勧めしますけれどもね。まあそんなこんな言ってると、今週末31日日曜日にはですよ、稲見タウン会員限定で開催いたします、稲見アンジュと気楽に行こうぜバスツアーが開催されますよということで、いいですね。私らしいタイトルをつけさせてもらいましたけども、楽しむ準備と暑さ対策本当にしてください。みんな今さ、首になんかこう引っ掛ける輪っかみたいなのあったりするじゃない、暑さにちょっと弱いよっていう方は意外とそういうのがあってもいいかもしれないですね。あと開催記念してバスツアーグッズとかも制作してますんで、あ、そうなの、これすでに売り切れてしまった商品があるの、あ、そう、初めて聞いた。あ、そうなの、申し訳ない。FC 会員であればどなたでもお買い求めいただけるってことなんでね、ぜひぜひこの際にチェックしてみてもらえたら、あ、そう、本当にありがとうございます。もうやっぱね、日々に必死でちょっと考えることがね多い夏なんですわ、こっちとら。やっぱりでもね、前にも言ったかもしれませんけれども、稲見の SNS の頼りがないということは、稲見はみんなに言えないところでたくさん頑張っているよと言えないけれども、勝ち取ろうといろんなことに必死になってんだよっていうことを、覚えてもらえれば、みんなの心の勇気になるんじゃないかなと思いますんで、寂しいよりは心の勇気になってもらえると思います。稲見が SNS の頼りがないということは、稲見は、陰ながら必死こいて頑張ってますんで、よろしくお願いします。いやー、本当にね、みんなに、いい発表だったりとか、いいお知らせをできる、するためには、こそこそと頑張んないといけないわけですわ。っていう世界で生きてるもんですからね。すいません。ちょっと SNS とか触ってる暇なくて。本当に。必死なんで。人生かけて役者やるっていうのはこういうことだなということを日々いろいろ考えながら頑張っておりますんでね。ぜひぜひ、引き続いて、バスツアーの方楽しんでもらえたらなと思っておりますんで、お願いしますね。さあ、今ラジオを聞きの方は、X でハッシュタグ、カタカナであっぱれに数字で173つけてポストお願いします。それでは、ここで一曲お届けしましょう。稲見アンジュで、マーメイド。あっぱれ稲見、一名様やってます。メールは、173@mbs1179.com まで。皆さんからのお便りお待ちしております。稲見アンジュトリッキーインタビュー。さあ、今回も番組や雑誌の取材で聞かれそうな、気をてらった質問ばかりを用意していますということで、なるほど、今回もスラスラと答えられた、今後もどの現場も乗り切れると思いますので頑張ってくださいということで、これ前やりましたね、前もやって、今いろんなこと聞かれるっすわ、本当に。いろんなこと聞かれるけど、またこれ聞かれたとかもありますしね。でも別の回答しないといけなかったりもしますから、練習にもなるんじゃないかと。スタッフさんが一枚一枚質問の用紙をお渡ししますので、質問読み上げて、実際に記者からインタビュー受けてる感じみたいな感じでお答えくださいということでございます。それではやっていきましょう。トリッキーインタビュー、スタート。はい。ありがとうございます。じゃあ、稲見さん、今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。いつもこんなんじゃないよ。昨日の自分と今の自分の違いは何ですか？これ聞かれたら、ちょっとだけわ、うざいなって思っちゃう。あ、そうですね、そうですね、昨日の自分と今の自分の違いですか？
そうですね、やっぱり、なんですかね、昨日の自分、まあ、朝からね、食べたものも違いますし、起きた時間も違いますから、まあ、その瞬間から、もう、違う自分が生まれてる感じはしますけどね。朝おはようって言うか言わないかとかでも結構もう、人格変わってるんじゃないかなってぐらい違いを感じますけど、でも、そうですね、昨日の自分と今の自分だと、機嫌がいいとかですか？だいたい人間なんて、寝たら機嫌良くなるんで、だいたい忘れてるんで、まあ、そこが違うかなって、機嫌の良さが違うかなと思いますね。はい。ありがとうございます。じゃあ次の質問、聞かせていただければと思いますけれども。はい。はい。一日だけ野良猫になったら、どこへ行って何をしますかということを聞かせていただきたいんですけれども。あ、そうですね、トリッキー。すごいトリッキー。一日だけ野良猫、あ、野良ですか。映画ペットって見たことありますかね。あれとか見てて、すごい、あーって思ったんですけど、私は結構、あと、動物が冒険する映画が結構好きで、スチュアートリトルとか、いうなんか、人間と意思疎通できたらとか、うん、結構好き。レミーの美味しいレストランとかもそうですし、なんか、ああ、やっぱ動物がどこかにっていうの結構好きなんで、とっとこハム太郎とかも好きなんで、角度違いましたけど、そうですね、とっとこハム太郎のあの世界観に近いことはしてみたいなと思いますけれどもね、オシャレキャットとかもそうなんですけど、一本路地裏入ったら、猫の恩返しとかね、一本路地入ったら、別世界、みたいなのをちょっと体験してみて、お友達作ってみたいですかね。あとはなんかすごい、じゃあかっこいい猫とかと出会ってみたいかな。すごい優しい猫とかも出会ってみたいなと思う。お友達作りしてみたいかなと思いますね。出かけて、自由に出かけて。でもご主人が帰ってくる、あ、そうだ、野良猫だからご主人とかないんだ。じゃあそこはワンワン物語の観点を言って、いろんなところにご主人を作ってご飯をもらうようにします。はい、トランプがそうやってやってるんでね。早っ、あ、早っ、今日めっちゃコーナー早いじゃん。もう私一緒喋っちゃうからね。でもワンワン物語のトランプっているんだけど、あの子の生活はいいなって思う時がやっぱありますよ。見てても、月曜はどこの店に行って何食って、火曜日はどこ行ってでミートパスタもらうんだとか、なんかいいなって、かっこいいって思っちゃう。ああいうワンちゃんいたち惚れちゃうって思うから、猫になったらそれやってみたいな。でもまあ男の子の猫に生まれてみたいかもな、逆に。うん、なんかかっこいい、イケメンムーブしてみたい、動物になったら。さあ、いなみに質問、感想、やってほしいことありましたら、ぜひお送りください。メールアドレス、173@mbs1179.com、173@mbs1179.com まで、番組公式 X、アップしています。リポスト、ポストお願いします。それでは、ハッシュタグ、あっぱれいなみとほなねんを待機して、お相手は、あんちゃんこといなみあんじゅでした。ほんなねん。